曽我のヤ五郎は、日本の喜劇役者、喜劇作家、大阪府堺市出身。笑って泣かせるスタイルで、舞台俳優として活躍する一方で、康介スケ餅、ハザクラ、張子の虎、ヘチマの花など、次戦、十六回勝を含め千はあまりの脚本を残した。自称、先週堺の三、一堺良人。1877年、堺の宿院長に生まれる。 1890年、13歳の時母と共に、デッチ暴行に、大阪に出る。2年後、歌舞伎俳優、中村三五郎の弟子となり中村三之助として、翌年の1893年ラにワで、初舞台を踏む。1902年、大阪福井座で、中村時蔵の弟子の中村時代、後の曽我野屋重郎と出会う。別年、曽我野屋一万とも出会う。 1903年、三之助と時代を改め五郎と十郎を名乗る。そして1904年、それまでのにわかに飽きたらなくなった、一万、五郎、十郎の三人は、師匠の下を飛び出し、新しい笑いを作るべく、蘇我野野京大劇を、痛み、有岡座で旗上げした。同年には、堺、宿院のうの膝と天が崎、桜井座で、初めての興行を打ち成功。 日露戦争をネタにした無筆の号外が大当たりした。しかし1913年芝居間の違いから、重労と別れ五郎一座となる。以後再び、喜劇の名を使うことはなかった。この五郎を使用州の芝居、喜劇を学び、帰国後五郎劇を結成する。その後たびたび平民劇団、蘇我野屋五郎劇、五郎劇と改名する。平民劇団時代は、本名で演じていた。 1920年頃から社会劇に移行。1936年所得番付1位。1937年自らが選んだ脚本を36河川にあやかり、36階層として天馬天神に奉納する。1938年には両国国技館で横綱の土俵入りのお笑い芝居を演じた。高等眼で声が出なくなっても道頓堀中座の 舞台に立ち続けた。日本の近代喜劇の第一人者として、榎本健一、古川六波ら喜劇人の尊敬を集めた。特に六波は、声の出なくなった五郎に、得意の生態模写で代役を務めたいと申し出た。蘇我野や五郎八に没する直前、楽屋で脚本をしたためながら、五郎八よ、やっぱり芸人は舞台に出てなんぼやなぁ、楽屋に出るもんと違うなと呟いたという。 死後の1948年12月、中座で、松竹新喜劇が結成され、五郎と十郎の流れを組む弟子たちが結成することになった。ありがとうございます。